はい、どうもシャロンです。というわけでね、スターバース1月に発売する新パックのねカード情報が発表されたわけなんですけれども、その中のカードにねダブルターボエネルギーっていう新しいエネルギーがありまして、これはね新たに考察する必要があるポケモンがめちゃくちゃ増える革命的な1枚なわけですよ。このカードがどういうカードかっていうと、ポケモンについている限り無色エネルギー2個分として働くということでね、ダブル無色エネルギーです。でね、今まであったツインエネルギーっていうのは V とかね VMAX のポケモンにはつけれないっていう縛りがあったんですが、なんと今回のダブルターボエネルギーにはねそのデメリットがないということで、じゃあ何のデメリットがあるのっていうと、このカードをつけているポケモンが使う技のダメージがマイナス20されちゃうよっていうのがデメリットになってます。ただ今までね、このいわゆるニコ玉ねダブル無色エネルギー的なカードって V とか VMAX のポケモンにはねつけれないっていうツインエネルギーしかなかったので、じゃあ V とか VMAX にこの手のカードと相性がいいカードいるんじゃねっていうのを考えていきたいと思います。まあ、この一覧さえ知っておけばね、今後ダブルターボエネルギーを使った強力なデッキをね考える時に助けになると思いますので、ぜひチェックしてみてください。はい、でね、まず当然なんですけれども、アルセウス V スターとの相性はもう抜群も抜群ですね。アルセウス V スターのトリニティノバは、まあ無色3エネで打てる技でエネルギーを加速する技になってるんですけれども、火力が下がってね180ダメージになってしまうとはいえ、もうねベンチにエネルギーを3枚加速するっていうのがまあメインのねトリニティノバの性能になっていると思いますので、まあ、打点が下がったところでね2ターン目にトリニティノバを打てるっていうことがめちゃくちゃ重要になってくるかなと。しかも V スターパワーのスターバースによってね山札からダブルターボエネルギー持ってくればいいのでね、再現性の高さっていうのも非常に高いのかなという感じで、まあ、さらに言うとこれねアルセウス V のトリニティチャージっていう技があるんですけれども、これもねめちゃくちゃ相性がいいんですよね。高校行った目にアルセウス V にダブルターボエネルギーをつけてトリニティチャージを使って強エネルギーをね3枚加速するっていう動き もうただただ強いと思います。なんでね、今までゼルネアスとかでねツインエネルギーを使って加速みたいなやってたところを、まあ、トリニティチャージでもいいんじゃねっていうレベルですね。はい、で V スター以外に相性のいいカードなんですが、まあ、今回ねたくさん調べてきたので相性がいいんじゃねっていう順番にね発表していきたいと思います。まずはミュー VMAX ですね。まあ、ミュー VMAX はご存知の通りね、今までカミツレのきらめきとかを使わないと、まあ技に必要なエネルギーは2エネなのでね、サイコジャンプとかを使って山札に帰ったりすると盤面にエネルギーがなくなっちゃうよっていうのね状況になりがちだったんですけれども、まあ、このダブルターボエネルギーの登場によってテクノバスターでね190しか出なくなってしまうっていうのはあるんですが、盤面にねエネルギーがなくてもいきなり攻撃していくことがね過密連に頼らずともできるようになったりとか、サイコジャンプを使ってね山札に帰りやすくなるっていう強みがあると思います。まあ190になったところでね、パワータブレット1枚使えば220っていう、まあ大体のポケモン V は倒せる打点になりますので、まあミュー VMAX のデッキにはねこのダブルターボエネルギー採用されてくるんじゃないかなと思いますね。はい、次にねトゲキッス VMAX、 これはマジで相性がいいと思いますね。火力がねやっぱり下がってしまうんですけれども、まあ、トゲキッスの技はやっぱり火力じゃなくてね、さっきのトリニティノバと一緒ですけど、その効果にね重きを置いている技になってまして、まあ、山札から好きなカード2枚回収できるっていうことでね、まあ、今回一緒に発表されたチェレンの気配りっていう無色ポケモン限定の回復カードがあるんですが、これをね持ってきたりねして、まあ、次のトゲキッスにまたダブルターボエネルギーをつけて攻撃してチェレンの気配りをするね無限回復デッキみたいなのもね考えられると思いますので、まあ、これはねダブルターボエネルギーめちゃくちゃ相性のいい一枚だと思います。ちなみにねダブル無色エネルギーが使えるエクストラレギュレーション環境ではトゲキス VMAX はかなり強いみたいですね。なので間違いなくねトゲキス VMAX はダブルターボエネルギーと相性がいいと言えると思います。はい、次がねチャーレム V ですね。でチャーレム V のヨガループっていう技は、まあ、ダメージを与える技ではなくてねダメ感を乗せる技になっているので、ダブルターボエネルギーを使ってもデメリットであるマイナス20が適用されることはないわけですね。まあ、今までは連撃エネルギーを使ってね1ターンで動かすっていうのが主流だったチャーレム V ですけれども、まあ、これからはね連撃じゃなくてダブルターボエネルギーが採用されたデッキでもチャーレム V をね使っていくことができるんじゃないかなと思いますので、それこそさっき紹介したねトゲキッス VMAX でダメージを蓄積させてチャーレム V でねターンを奪っていくっていうようなデッキなんかも考えられるかもしれません。次がハピナス V ですね。 CL 福岡でも大活躍したハピナス V ですが、このカードもね、まあ、ダブルターボエネルギー非常に相性がいいですね。まあ、ハピナスの技はエネルギーが1個ついていることにつきかける30ダメージ加点されていく技になっているので、まあ、ダブルターボエネルギーをつけるとね2個分のエネルギーが加算されるので、まあ、プラス60された後にダブルターボエネルギーのデメリットマイナス20が入るので、まあ、実質ねこれを貼ると打点がプラス40されるわけですね。
普通はねエネルギー1枚貼ると、まあ、30ダメージ追加のところをダブルターボエネルギーだとプラス40できるっていうので、まあ、お得ですね。まあ、なんで打点の調整とかがね今後しやすくなるのかなと思います。はい、次にねウッウ V ですね。ウッウ V は、まあ、技のスピットシュートっていう技が、まあ、エネルギーをね全てトラッシュして使っていく技なんですけれども、まあ、無色3へねで打てる技ということでダブルターボエネルギーを使うとエネルギーをね節約して倒すことができるっていう感じですね。あとガラルギャロップ V、 これはね相当相性いいと思いますね。ダブルターボエネルギーで動かすことができて、技のリブラホーンっていうのが相手のポケモンを選んでね HP が100になるようにダメ感を乗せるっていう技になっているので、これはダブルターボエネルギーのデメリットのマイナス20の効果を受けずに使っていける技になって、まあチャーレムのヨガループとね同じ理論ですね。でまあこれもね今までやっぱりその逃げねっていうのは結構使いづらかった、まあ、リブラホーンなんですけれども、いきなりこれを使ってね相手の場にガンとねダメ感を置いていけるので、ポケモン VMAX だったらね一気に HP100 にしてね、まあ、そのね残りの100をどう取り切るかっていうのは、まあ、結構構築のね難しいところだと思うんですけれども、いろいろね夢が広がるデッキが組めるんじゃないかなと思います。あとはまあ欲張りす VMAX なんかも強いかもしれないですね。面白いところだとプロモのね欲張りす V が相手のねエネルギーをトラッシュする技を持っているので、まあ、エネルギーをトラッシュすることを目的にすればねダブルターボエネルギーのね打点が下がるっていうのは、まあ、デメリットじゃないですから、欲張りす VMAX にねメモリーカプセルを持たせてダブルターボエネルギーでねひたすらエネルギーをトラッシュしまくるっていうねやばいデッキも考えられるんじゃないかなと思うのでね、ちょっと組んでみたいですね。で、まあ、特に相性がいいなと思うねカードは今紹介したカードたちになるんですが、まあ、他にもね、まあ、グレイシア VMAX、まあ、このポケモンもね無色エネルギーに要求なので、まあ、攻撃しやすくなりますね。でまあ打点もね下がってはしまうんですけれども、もともとどっちかというとねこう耐久寄りのカードなのでね、まあ、ちょっと打点が下がること自体はそこまで大きなデメリットではないのかなっていう感じで使っていけそうです。でニンフィア VMAX、 ニンフィアはねちょっと打点が下がるデメリットが大きいですね。最大ダメージが220出るところを200になってしまうと倒せない V がだいぶ増えてきてしまうので、まあ、ちょっとね攻撃しやすくなるとはいえ連撃エネルギーで普通にいいかなっていう感じですね。一応紹介しました。でブラッキー VMAX、まあ、このポケモンは悪夢なんでダブルターボエネルギーで攻撃しやすくなりますね。ただ、まあ、打点が140になってしまうっていうところなんで、相手のね黒馬バドレックスとかワンパンできなくなってしまうというね感じになってきますが、まあ、今後は例えば V スターってなんか HP280 前後っぽいのでめっちゃ強い悪弱点の V スターが出た時とかにねダブルターボエネルギーブラッキーで140の2倍280で倒すみたいな展開になり得るかもしれないです。あとは黒馬バドレックス V ですかね。このポケモンもね一応単純にアストラルビットって技強いんで、アストラルビットもねダブルターボエネルギーのデメリットを受けないねダメ感を置くタイプの技なので、まあ黒馬バドレックス VMAX を採用しないね V 単体での採用でダブルターボエネルギーでねダメ感ばらまくみたいなデッキももしかしたら組めるかもしれないですね。あとはトルネロス VMAX とかリザードン VMAX とか、今までトリプル加速エネルギーを使って攻撃していっていたポケモンも C レギュレーションが使えなくなってしまう1月からね、まあ、ダブルターボエネルギーとかを使って一応戦っていけるのかなっていうような感じもしますね。あとまあボーマンダ VMAX とかカビゴン VMAX もそれに当たりますかね。あと地味なところだとね、私らが V がねバトル場に出てしまった時とかにねこのダブルターボエネルギーを使って山札に帰ったりするとね、もう一回私らが V が使えておしゃれかもしれないですね。まあ、あとはバンギアス V、キューコン V、ミロカロス V あたりも一応無色に使うポケモン V なので、まあ、ダブルターボエネルギーの登場によって若干使いやすくなる可能性はありますね。はい、というわけで今回はこのダブルターボエネルギーというね非常に強力な新規カードと相性が良さそうなポケモン V、VMAX を考察してみました。何かね構築のヒントになれたら幸いかと思います。シャロンもね実際にこのダブルターボエネルギーを使ったデッキの対戦動画なんかも出していきたいと思ってますので、ぜひ高評価チャンネル登録よろしくお願いします。それでは。